報道機関の皆さん、どうもお疲れ様でございます。平成24年の12月定例記者会見ということでございます。師走に入りまして、この平成24年という年も残すところあとわずかということになったわけでございます。まだ1ヶ月近くあるわけで、1年を振り返るというのも少し早いような気もいたしますが、今年の射水市であったいろんな出来事を振り返ってみますと、まずやはり一番大きな出来事といたしましては、やはり新湊大橋の完成、開通ということになるのではないかというふうに思っております。10年の歳月をかけました大事業でございましたが、これが完成をいたしまして、東西の物流の効率化、また人の流れ、こういったようなものが大変大きく変わる、活性化をする、観光面においても、射水市にとって、今後のですね、いろんな起爆剤になり得るだろうというふうに考えておりますし、射水市の魅力の発信、これらにつきましても、この大橋の完成をこの契機として、さらに進めていかなきゃならない、こんなふうにも思っております。なお、本日の12月3日からですね、大橋につきましては、本格的なライトアップが始まるわけでございます。日没後30分後からですね、午後10時まで、主灯でありましたり、また橋脚、これらを140個の LED の光で、幻想的に照らすということになっております。ぜひですね、皆様にもお越しをいただければというふうに思っております。さらには、先月の28日には初氷も記録するなどですね、さすがに最近少し冷え込みがきつくなってきたなというふうに思っておりますが、振り返ってみますと、今年の夏は大変記録的な猛暑に見舞われたわけでございます。8月には熱中症により、多くの方がですね、病院に搬送されたりという、そういったことも連日報じられたところでもございました。また、4月1日にですね、施行いたしました、射水市共同のまちづくり推進条例、こちらに基づきまして、各地域の地域振興会の皆さんとも、いわゆる共同のまちづくり、これらについて、この間も進めてきたところでございます。地域振興会連合会という会が設立をされるなどですね、市としても連携を密にさせていただいているわけでございますが、今後ともこの共同のまちづくり、理念に基づきまして、それぞれの地域の住みよい、より良いまちづくりに、市としてもしっかり連携、協力しながらですね、地域振興会の皆さんと連携、協力しながら取り組んでまいりたいというふうに考えております。また一方、今年はスポーツのニュースも大変嬉しいニュースがですね、多い年ではなかったかなというふうに思っております。まず、年が明けまして、柔道のグランドスラムパリ大会、こちらに向けまして、立本姉妹のアベック優勝がありました。また、妹の遥香選手がロンドンオリンピックにも出場し、さらには、柔道ではありませんけれども、私立の社北中学校が、全日本中学校ヨット選手権で優勝をするなど、そういった嬉しいニュースが大変多い年だったなというふうに思っております。また、昨日開催されました、この柔道グランドスラム東京大会におきましては、お姉さんのですね、立本めぐみ選手が優勝、そしてまた妹の遥香選手が準優勝ということで、次のソチオリンピックに向けて、2人ともまずまずは順調なスタートを切られたのかなというふうに思っております。今後とも市民の皆様とともにですね、応援をしていきたいな、このように思っているところでございます。なお、12月の7日からは、12月市議会定例会が始まるわけでございます。先般開催されました11月の臨時議会におきまして、射水市議会の第8代目の議長として、高橋久和議員がご就任されました。また、合わせて副議長に津田新党議員が就任されたところでございます。高橋久和議員、そしてまた津田新党議員、議長、副議長におかれましては、市議会を代表されましてですね、市の発展のためにますますご活躍されますことをこれからご期待したいというふうに思っております。また引き続きさまざまな行政運営、水市もいろんな課題も抱えておるわけでございますが、こういった面についてご理解ご協力またご指導賜りますようによろしくお願いを申し上げたいと思います。
この12月議会におきましては、指定管理者の指定など、議案17件を審議をしていただく予定になっております。本議会、予算特別委員会は、ケーブルテレビなどでも放映をされますので、ぜひこういった審議の様子も、市民の皆様にもご覧をいただきながら、射水市、今、こういった議論をされているんだな、こういったことをご理解、ご認識いただければというふうに思っております。あともう一点、明日の4日からですね、衆議院の解散総選挙が公示になります。で、投開票は16日ということになります。それぞれの候補、また各党、いろんな公約、お訴えをされておられるわけでございますが、市民の皆様にはそれぞれの主張をですね、ぜひお聞きをいただいた上で、しっかり市民の与えられた権利でもございます。国の行く末を決める大事な選挙でございますので、忘れずに投票行動をしていただきたいなと思っております。なお、期日前投票につきましては、あさっての5日から、それぞれの従来行っております期日前投票の投票所におきまして、庁舎でございますけれども、そちらで行うことになっておりますので、またぜひ皆様方には、こういったお忘れのないように投票していただければと思っております。それではお手元の資料に基づきまして、発表事項をご説明をさせていただきたいと思います。今月の発表事項につきましては、3点ございます。まず1点目、射水市相乗りシステム、市職員用の運用、施行につきましてということでございます。この間ですね、こうしたいろんな環境問題などなどを取り沙汰される中で、やはり、マイカーのですね、利用の自粛といいますか、公共交通を利用して、交通渋滞の緩和を目指そう、また合わせて環境負荷をですね、軽減していこうという、こういった取り組みが全国的にも、またいろんな多くの方々が取り組んでおられるところでございます。射水市もこの間、毎月第3週を市職員のノーマイカーウィークというふうに位置づけておりまして、それぞれ市の職員が自らこの1週間の間に、私はこの曜日にこのノーマイカーウィークに参加しますよという曜日を、日を設定をしていただいて、このノーマイカー運動に積極的に参加するように取り組みを進めてきているところでございます。それをさらにですね、充実させようということで、今回、市職員のエコ通勤に対する意識と参加率のさらなる向上を目指すために、この相乗りシステムというものを、市役所、市専用、職員専用ということですが、施行ということで導入したいというふうに考えております。内容としましては、車の相乗りマッチングサービスを提供しております、株式会社ターンタートルという会社がございますが、こちらと連携の上、この株式会社ターンタートルさんが運営しておられる、この相乗りサイト、乗ってこというものがありますが、これをベースにした射水市職員専用のこの相乗りシステムのを開発をして取り組みを進めようというものでございます。仕組み的には、職員、それぞれの職員ですね、このシステムに登録をしていただいて、で同じ時間帯に似た経路で通勤する職員がいた場合には、メールなどでですね、お知らせが来ると、こういったシステムになっております。で、パソコン、携帯、スマートフォンなどから専用サイトに接続をしていただいて、相手との待ち合わせを、相談をしたり、調整をしたりという、そういったことで利用していくものであります。で、この相乗り回数につきましては、ランキングも集計する予定にしておりまして、こういったことから、まずは市職員、それぞれが意識を高めて、こういう取り組みを進めていくということ、できれば、射水市全体、市民の皆さんにもですね、こういった一つのモデルケースということで、なっていければいいなというふうに考えております。事業につきましては、とりあえず試行期間ということで、実施を始めようというものでございまして、本日12月3日から翌年、平成25年の3月31日まで、を実施期間というふうに考えております。この取り組みによりまして、平成24年の12月から翌年の3月まで、参加率 30% を目指しております。これを達成できれば、平成24年度の CO2 排出削減量、この年度合計推定量でございますが、約 3.7 トンになると
というふうにこちらなりに試算しているわけでございまして、目標に向かってですね、職員また意識を高めながらこういった取り組みも進めていきたいと思っております。ちなみにこのような相乗り通勤に取り組む体制をこのようなまあ、いわゆる相乗りシステムというものを使ってやるというのは全国自治体の初の取り組みということになっているというものでございます。続きまして2点目の説明事項でございます。平成24年度の道路除雪計画についてでございます。今年もですね、まあ、冬、まあ、雪の季節ということになってまいりました。これを迎えるにあたりまして道路除雪計画策定をさせていただいたところでございます。今年の計画の今年度の計画の重点目標としまして4点設定をさせていただいております。1点目は除排雪レベルの強化ということでございます。初動除雪の徹底および丁寧な除雪を心がけていくというところでございます。重点目標2点目、地域ぐるみ除排雪活動の推進ということで、これまでも小型除排雪機械につきましてはそれぞれの地域振興会であったり自治会であったり除排雪協議会というそういったところにお貸しを無償でお貸しをしてきたわけでございますが、この小型除排雪機械の無償貸与などを進めながら地域ぐるみでの除排雪をさらに推進をしていくというものでございます。目標の3点目、歩道除雪の充実でございます。通学路主要施設周辺の歩道の早期除雪に努めていくということでございます。これらの歩道延長につきましては 86.2km あるわけでございます。大変長い延長なわけでございますが、こうした需要といいますか歩行者の多い歩道につきましてはしっかりと歩道除雪を充実していくというところでございます。重点目標の最後4点目、危険箇所の路面凍結防止対策ということで、急な坂でありましたり橋梁カーブなど凍結が心配される箇所、また凍結することによって大変危険な箇所について凍結防止剤を散布をするということにしております。市内におきましてはこういった箇所59箇所認識をさせていただいております。それぞれの箇所において凍結防止対策を進めていくというものでございます。除雪車の出動基準につきましては例年通りといったらあれですけれども、除雪対策本部におきましてパトロールを実施をいたします。でこのパトロールでの現地の状況また気象情報などからご判断をするものでございますが、基準といたしましては新降雪が10センチを超え、気象情報などからさらに降雪が予想される場合に出動をするという基準を意味としては設けているところでございます。除雪の計画路線、延長につきましては市道の総延長、射水市内には835キロメートル実は市道の延長があるわけでございますが、このうち機械除雪を行う延長は 512.6 キロメートル、市道の総延長に対して 61.4% の延長でございます。消雪設備によって、除雪といいますか行うものの延長については167.2キロメートルあるわけでございますが、これは市道総延長に対しては 20% のを占めるというところで、合わせまして除雪の延長合計は 679.8キロメートル、市道総延長に対して 81.4% ということになっております。これに加えて先ほど申し上げた歩道延長もあるわけでございます。大変膨大なといいますか大変長い延長を除雪をさせていただくわけでございます。それにあたってやはり協力業者という方々、市内のさまざまな業者さんに建設業者さんが多いですけれども、こういった方々にご協力をいただきながらこれらの延長を除雪をしていくというものでございます。協力いただける業者の数につきましては平成24年度は116社、除雪機械は244台を予定をしております。これに加えまして凍結防止剤散布車が2台あるわけでございます。244台プラス2台、
これらを116社の方々との連携協力の中で、体制を作っていくというところでございます。でなお、この除雪を進めていくにあたりまして、市民の皆さんに改めて、協力お願いをさせていただきたいというふうに思っております。まずお願いの一つ目、除雪車の支障となる可能性がありますので、路上駐車についてはしないようにお願いをしたいと思っております。また2点目、交通障害となる恐れもありますので、道路への凍結をしないようにお願いしたいと思っております。お願いの3点目につきましては、自宅周辺についてはできるだけ各ご家庭でですね、除雪を行っていただきたいというものでございます。最後のお願い事項4点目、作業中の除雪車には絶対に近寄らないようにお願いをしたいというふうに思います。また子どもさんが近寄るようなことがあった場合には、ぜひ周りの皆さんで注意をしていただくようにご協力も合わせてお願いをしたいというふうに思います。最後になりますけれども、道路除雪対策本部につきまして、お問い合わせ先ということになるわけでございますが、何かしらのいろんなお問い合わせがあった場合には、この射水市での道路除雪対策本部の方にご連絡をいただきたいというふうに思っております。期間は12月1日からもうすでに設置をさせていただいておりまして、来年の3月31日まで設置をいたします。場所は大門庁舎の3階にございます。道路河川管理課内に設置をいたしております。電話番号が52局の1770、52局の1770ということになっております。土日祝日年末年始も対応させていただくことになっておりますので、どうぞこの除雪に対してですね、また皆様方のいろんなご協力を賜りますように重ねてお願いを申し上げるものでございます。発表事項の最後3点目でございますが、平成25年度の射水市成人式の開催についてでございます。毎年ですね、新成人、新しい門出を迎えられる新成人の皆さんの祝福をさせていただきますとともに、自ら生きていく、社会人として生きていく、こういった自覚を促すという目的から激励をさせていただく、この成人式開催をさせていただいております。来年もですね、1月13日の日曜日、場所がアルビス小杉総合体育センターにおいて、この射水市の新成人、成人式を開催するということにさせていただいております。時間につきましては、式典の開始が午前10時から、約30分を予定をしております。その後アトラクションということで、浜地市大鼓今年度については行いたいというところでございます。で、対象となられる方は平成4年4月2日から平成5年の4月1日までに出生した方で、射水市に住民登録のある方および希望者の方も対象とさせていただきます。希望者というのはどういう方かといいますと、住民票がなくてもですね、射水市の成人式に出たいなという方については、お受けをしますよと、出席されても結構ですよという内容というものでございます。ちなみに平成25年度のこの新成人成人式を迎えられる対象者の方々の数は845人と、こちらなりに把握をさせていただいております。これには市外、いわゆる希望者で参加をされる方は含んでおられませんが、そういった方もですね、例えば学生などでですね、射水市に今実は住んでいる方とか、勤務先がこちらの方とか、そういった方もですね、射水市の成人式出たいという方は受け付けるということになっておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思っております。なお、この成人式でございますが、新成人の代表者会、各中学校の出身者の方で構成されるこの新成人代表者会14名の方々の協力をいただいて企画運営を行うというものになっております。こういった皆さんの協力もいただきながら、できるだけ思い出に残る式典にしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。なお、注意事項といたしましては、やはり何と言いましても大変混み合うことが予想されます。また当日の天候
例えば積雪などによってですね、道路渋滞が発生する恐れもございますので、できるだけ時間に余裕を持って来られるのがいいのではないかなというふうに思います。なお会場付近におきましては、ご自分で車で来られる方、送迎で来られる方、分けて誘導もさせていただいて、できるだけ混雑のないように努めていきたいというふうには思っておりますが、天候などですね、状況もあるかと思いますので、参加される方、ご出席される方にはご注意をいただいて、早めに来ていただければというふうに思っております。予定しておりました発表事項については以上でございます。